こんにちは、アモノです。今回の話題はこれです。ドン。日本アイドルトークンの IEO 実施が予告された。爆上げするのか。にっかしゃす。ニュースドン。アイドルとメタバースの融合を目指すオーバース、 DMM ビットコインで IEO 実施。日本アイドルトーク調達資金を新しいアイドルグループの創造プロジェクトの推進に使用する狙い。 NFT 技術を使ったデジタルグッズの提供やメタバースを通じた世界へのアイドル活動の発信等を計画している。 IEO は取引所がプロジェクトの代わりに投資家にコインを売って資金調達をすることです。取引所がプロジェクトの安全性や将来性をチェックしてから IEO を実施するので、プロジェクトが投資家に直接コインを販売するより詐欺のリスクが低くなります。日本では過去2回 IEO が実施され、1回目は2021年7月にコインチェック実施されたパレットトークンです。このチャンネルではパレットトークンは必ず爆上げするので買い投資しました。 IEO 価格は 4.05 円、上場から約1ヶ月後に 98.8 円まで上がったので、結果は最大 24.4 倍に爆上げしました。2回目の IEO は、今年2022年4月に GMO コインで実施された J リーグの FC 琉球コインです。この動画で結果を発表します。予想はこれです。ドン。以上参考に FCR コインの価格が上場後にどうなるか予想すると、それは、ヘタル。なんだってと予想します。ヘタルと予想している理由は、 FC 琉球コインの使用と他のプロサッカーチームのファントークンの時価総額が上場後の値動きを参考にした結果、 FC 琉球コインの IEO 価格が割高と判断したからです。結果ドン。ヘタりました。これは FC 琉球コインの冷やした跡です。紫色の水平線は IEO 価格の 2.2 円です。上場直後に一瞬 2.63 円まで上がりましたが、すぐに 0.49 円まで暴落しました。現在価格は 0.62 円。IEO 価格からマイナス 72% の状況です。そして最近発表された日本アイドルトークンは日本で3回目の IEO で、DMM ビットコインとコインブックの2つの暗号資産交換業者が協力して IEO を実施します。日本アイドルトークンを開発する会社は株式会社オーバース。オーバースはエンターテイメントとブロックチェーンとメタバースを融合したサービスを作ることを目的に今年3月に設立された新しい会社です。株主はエンターバースとグミと東京通信です。今後の流れは、IEOなど調達した資金を使って新しいアイドルグループのメンバー募集、選考、育成をします。アイドルグループの活動範囲は、楽曲のリリースやコンサートなどの一般的なアイドルの活動に加えて、NFT を使ったデジタルデータの販売やメタバースイベントなど現実世界では実現できなかった活動をします。ずっと。これはオーバースが発表した日本アイドルトークンの全体概念図です。図を見やすくするために登場人物を色付きの四角で囲んでいます。まず青四角のオーバースは日本アイドルトークンの販売を緑四角の暗号資産交換業者に委託します。暗号資産交換業者は赤四角の投資家やファンに日本アイドルトークンを販売し、調達した資金をオーバースに渡します。オーバースはその資金を使ってアイドルグループを育成し、右端のプロジェクト参加会社とともにアイドルの楽曲などの商品やサービスを作成し販売します。左下の茶色の四角が販売した商品やサービスです。投資家とファンは日本アイドルトークンまたは日本円でアイドルの商品やサービスを購入できます。以上が日本アイドルトークンの使われ方の流れです。以上を参考に日本アイドルトークンは爆上げするのか予想すると、それはこのままではヘタると予想します。理由を説明します。ずっと。これは日本アイドルトークンのスキームです。先ほどと同じように図を分かりやすくするために色付きの四角で囲んでいます。黄色の四角の中にはプロジェクト参加者がすることが書かれていて、右側の大手音楽制作会社はヘアメイク、ボイトレ、衣装、車、ダンス、両を担当します。オーバースはグッズ、ファンクラブ、ゲーム、コンサート、チケット販売、配信を担当します。
その他、総合プロデューサー、企画制作会社、メタバース開発会社と協力して、新アイドルグループのプロデュースやマネジメントが行われます。一番上の赤い四角が投資家やファンで、その下の新アイドルグループとの間に投資家やファンができることが書かれています。CD 購入、グッズ購入、チケット購入、ファンクラブ入会、ゲーム課金、動画視聴。以上からわかることは、日本アイドルトークの使い者、アイドルグループが提供する商品やサービスの決済に使えるだけです。このような芸能やエンタメサービスの決済に使えますコインは日本でも過去にいろいろ出ましたが、トークンセールなど需要を伸ばしたプロジェクトは一つもなく、成果物を何も出すに大金を持って消えていったプロジェクトも多いです。いくつか挙げると、2018年に販売された芸能人の松井和義氏が広告塔のミンドルは、日本のサブカルチャーのアニメやアイドルを育成して世界に発信するプロジェクトで、プロジェクトが作成したコンテンツを購入するときの決済にミンドルが使える予定でした。しかし、結局成果物は何も出すに、パーティーやイベントで盛り上がるだけで、絵師コンテストの賞金未払いや、アブダビの巨大ファンドがミンドルに250億円を出資するそう言って価格を釣り上げた後、プロジェクトの中止を発表しました。同じく2018年に日本で販売されたインフルエンサープラットフォームのパトロは、インフルエンサーと企業が直接交渉できるのと、ファンがインフルエンサーを応援できるプラットフォームで、決済にパトロンのコインが使える予定でしたが、結局成果物は何も出さずにプロジェクトは消滅しました。同じく2018年に日本で販売されたコスプレトークは、コスプレで芸能活動をしている人のためのプラットフォームで、ファンはコスプレイヤーが販売している商品やイベントなどを購入するときの決済にコスプレトークンが使える予定でした。しかし、トークンセールから4年以上が経過した現在も、未だにコスプレトークンで決済できる商品を見たことがなく、トークンの価格も低迷しています。以上を元にすると、芸能やエンタメなどの限定されたサービスの決済に使えるだけのコインが爆上げするのは難しいと考えられます。仮にトークンがコンテンツ購入の決済に使えるようになっても、売上のトークンを手にした企業は収益を確定するためにトークンを売るので売りやすいになります。以上がヘタると予想する理由です。では、どうなればヘタらない可能性が出てくるのか。これです。ドン。アイドル育成ガバナンストークン。ガバナンストークンとはですね、プロジェクトの運営方針を決定するときの投票に使われるトークンのことです。今から言う仕様は例で、実際の仕様や予定とは一切関係ありません。過去に日本で成功したアイドルグループといえば、AKB48 がありますが、AKB が日本一のアイドルになり、CD の販売枚数がミリオンヒットを連発した理由の一つに、CD に総選挙の投票権が入っていたことが挙げられています。このモデルを参考にすると、日本アイドルトークンをガバナンストークンにし、メンバーやセンターを決めるときの投票権にすればトークンの需要が維持される可能性があります。アイドルのガバナンストークンを発行したプロジェクトは世界でまだ一つもありません。多分。現在の予定はアイドルの活動内容は全てプロジェクト側が決定することになっていますが、オーディションの選考から曲名から衣装まで全てガバナンストークンの投票で決定し、ブロックチェーンで投票結果の正当性を証明しながら、問答無用で投票結果の通りにアイドルを活動させることができれば、必然的にファンのトークン握力が高まります。その他、例えば、アイドルの握手会はトークンで参加でき、握手した後トークンをその場でバーンするとか、発売する CD に日本アイドルトークンを入れるとか、提案が出たら全てガバナンストークンの投票で決定する。以上の例の通りに仕様変更されることはありませんが、決済に使えるだけのトークンの場合では価格が下手るのは明らかで投資リスクが高いです。もし決済に使えるだけトークンのまま IE を実施する場合、本気でやるつもりはなくお金が目的だけを疑われてもおかしくはありません。今後もチェックして仕様変更が行われたときは報告します。以上、日本アイドルトークンの IE を実施が予告されたバカげするのかの回でした。この動画が面白かったらグッドボタンします。富渡さん、ご視聴ありがとうチャンネル登録をお願いします。最後のご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。